クリップボードについて説明します。クリップボードにはコピーや切り取りした内容が記録されますクリップボードの作業ウィンドウを開くにはホームタブのクリップボードの右下にある小さい矢印をクリックしますセルを選択してコピーしますコピーした内容が クリップボードに記録されますもう一度コピーしますこのようにコピーした内容が履歴として残ります貼り付けるセルを選択して クリップボードの内容をクリックします。クリップボードに記録された内容を貼り付けることができます。このように何度も貼り付けることができます。複数のセルを選択してコピーします。 複数のセルの場合もクリップボードに記録できます。セルを選択して同じように貼り付けできます。